はい、ホタツカコーンでございます。ああ、わからんか。お、看板が。二つがこう、全長60メーター。高さ10メーター。大型の石碑がありますか。初めてやね、この草が生えてないの、来るの。いつもね、草がいい、もう大やからね。石碑がこう3基あんねんな。こっちがやっぱ豊富でしょうな。豊富ですね。真っ暗やんか。ああ、広いんでしょ。だからあまりにも見えないから、はい、2回目のトライでございます。ライトが忘れてね、ライト忘れてんで、ああ、取り替えたらね、ふらふらや。300メートルの先に止めとくんで、あそこに行ったら500メートルぐらいあるか。大変でございます。今ね、地元のお父さんね、いろいろ説明してくれやったんだけど、中はものすごく広いんやね。子供の頃、中入って遊んでましたな、言うて、いろいろ教えてくれやりました。中はものすごく広いよ、言うて。今は中に入れるようにね、鉄柵してあるから、入れないやって。そんなこと今おっしゃっておられたけどね。真っ暗で全然何も見えなかったんで、今ライト取り入れてきたんだけどね、これで見えましたろ。石碑が 16.7m なんですか。原碑が 6.7m、 2.9m、 高さは変えてないかね。高さ変えてないね。かなり大きな石碑がね、前方部にあるんですけどね、今ちょっとライト取ってきましたから、覗きましょう。開いてんじゃん。すごっ。これはすごいですわ。開いてんねんけどね。わからんのこれ。開いて開いてる。初めて入りますけど。これはすごいわ。素晴らしいのがある。広いはなんか、高さも4メートル近くあるね、これ。ああ、1段、2段、3段、4段、5段、7段ぐらいで。横の方大きいよ。横の方はね、1段、大きいやつが1段、2段、3段、4段、5段積みか。1、2、3枚か、天井石。右の方、ああ、これ、あ、ここに2枚か。2枚でしたか。これはすごい。入れたかね、ありがとうございます。昔入れたって、やら広いってやらおっしゃっとれたけど、16メーター。やっぱり一応は両袖やね。ああ、素晴らしい石使ってるわ。持ち送り式で、上ね。せやけどやっぱり、ね、やっぱ皇族の方の墓だろうから、やっぱりね、ちょっと荒いか、削りがね、もうちょっとね。それか古いか。おお、これちょっと横出てきてるぞ、これ。ちょっとね、横が。はい、素晴らしかった。こう、1枚、2枚、3枚、4枚。1枚、2枚、3枚。1枚、2枚、3、4枚。もう1段ぐらい積んだよな、おそらくな。イメージ的には。あら、素晴らしかったですよ、これ。
深々古墳のね、古墳の方にある石碑って珍しいんやけどね、大体公園部にあるんだけどね。はいはい、ライト持ってきたら火事あったかね、ライトね。はいはい、ありがとうございました。これかな、これかもしれんな。いやいやいや、やばいじゃん、やばいじゃん。これや、これ初めて来た時こうドーッと滑ったんだけどね。これでちょっと中入ってみようか。ここダーッと滑って、滑りを転げたんだけど大丈夫かね。ドーッと滑ったんやけどな。あれ、ちょっと小ぶりでしたか。せっかくな、せっかく歩いて走らなかったっけ、これ本当やったっけ。綺麗に積み上げてくれてるけど、一応目標持ち送りで袖なしか。天井石は1枚2枚かね、1枚かね。ああ、なるほど。これね、これ田中さん教えてくれたけど、見に来た時はね、ここで滑っちゃってね、転んだんだけど、ダーッと。もう一軒あるんですよ、石室が。どこやったっけ、この辺左上がったところに来たけど、裏方のとこか。これですわ。あれ、もっと広く空いてなかったっけ、前は。今日はちょっと入られんな、この格好では。もうちょっと開けてくれたら入れんのにね。あれ、入れませんか。お、広、広いですやんか。これは失礼しました、これは広い。これね、前来た時はね、こんなんなかったな。まあ手前にこれ、鉄の草刈りがあって、入れそうな感じやったんやって、もっと広かったんやって。随分狭くなっとるけど、崩れたか。崩れましたか。ちょっと狭くなってますわ。よいしょ。見えるか、見にくいな。おお、広っ。いや、これ広いかね、これ。今、一回手前で小さかったからな。ちょっと石とか見えんかね。石の大きさとか。あ、大きな石使ってくれとるやんか。おお、大きい大きい。まあ見た感じ硬そうやけど、わからんか、中入らんと。はあ、残念やね。まあまあ見えただけでよしにしようけ。はあ、思ったより広かったね。もっと小さいと思ったけど、こんな広かったんかいね。一個手前のやつ見てるからな。あれで中のイメージして、これも小さいやろうと思って。大きいわ。うん、どうやね、左側。よいしょ。ありがとうございます。いやー、だ。見れたけどね。これ前来た時もだいぶ狭くなってますわ。もっと広かったけど、絶対これは入れると思うところ今日来たんだけど、あれがね、鉄の棒がね、もっと上あったような気がするんだけど、手前に。
勘違いだね。いや、それでもわしは入る、当時は入れると思ったんやからね。どうなんだろう。これ掴んだら入れそうな感じやったからね。いや、思ったよりも中広いんですか。びっくりしました。なんか見えてなかったんでね、この前来た時もちょっと穴ちょっと見ただけやから、中ドワーッと奥だいぶあります。5、6メーター持ったのかもしれんな。それがね、なんでか言うと、この手前のこれを見てから見てるからね、小さいやつやろうと思ってね、このやつってあんまり大きくないから、これを見て見てることないから、これでね、これ大きいよ、まあ2メーターちょっとじゃないもんでね。で、あれ見たらね、いやー、こんな広がったとは、大きかったですわ。びっくりしました。あれさ、入りませんでしたけどね。2つか5本でございました。次ですね、大きいやつを一気と、ちっちゃいの一気とね、中ぐらいのやつはちょっと入れなかったけど。だけどもう、ドロドロになったんだよ、今日のズボンは。ダメだわ。はい、次行きましょう。2時45分か。本当はもう帰らんと間に合わへんだけどな。展示室みたいだけどね、今日。